ヒスタミン、ヒスタミンは分子式 CHAN 分子量111.14の活性アミンである。1910年にバッカク出物中の血圧効果物質としてヘンリー・デールとパトリック・プレー・フェアレードローが発見した。ヒスタミンは食物から直接体内に取り込まれるほか生体内で合成される。ヒスタミンはにより 必須アミノ酸であるヒスチジンから合成され、主にヒスタミン N メチルキテンイ酵素やジアミン酸化酵素等で分解され、その後、イミダゾール作酸,酸となり排出される。肥満細胞中に高濃度で存在し、肺、肝臓、胃粘膜、脳などにも存在し、それぞれの正義機能を担っている。ヒスチジン脱炭酸酵素の補酵素としては、ビタミン B6 の活性型である。 ピリドキサールリン酸がある。また、ヒスタミン合成を防ぐものとしては、ヒスチジン脱炭酸酵素の阻害を行うカテキン類、ナリンゲニンなどが存在する。一部の心菌は、ヒスタミン有利を促し、アトピー性皮膚炎を更新するとされる。一方、リンゴポリフェノールは、ヒスタミン有利を抑制し、アレルギー性鼻炎の症状を緩和する。なお、 ヒスタミンの潜入物質であるヒスチジンには抗酸化作用などの効果があるとされる。また、ヒスタミン潜入物質のヒスチジンはヒスタミン合成だけでなくカルノシン合成酵素によるカルノシンの合成にも使われている。カルノシン合成には ATP 及びベータアラニンが必要となる。ベータアラニンの摂取はヒスチジン消費によるカルノシンの合成を促進できもののベータアラニン自体が ヒスタミン非存性の高ヒスタミン剤が効かないかみの原因になりうるとされる。ヒスタミンを産生する菌は、ヒスチジンが炭酸酵素を有するもので、モーガンダモーガニー、モルガン菌、クレブシエラオクジーとか及び、抗塩性菌のホートバクティアインフォースファーム、ホートバクティリアムダムザラ等が知られている。なお、ホートバクティリアム属菌の中には、摂氏レ度ドの低温で増殖するものがある。 ヒスタミンの代謝には、ジアミンオキシダーゼによる経路と、ヒスタミンへのメチルトランスフェラーゼによる経路が存在する。ジアミンオキシダーゼは銅を含む酵素であり、銅輸送タンパク質のセルロプラシミンは、その活性を行うとされている。また、ニジマスにおける実験では、ステビアに含まれるカリウムがダオを活性化するとされた。ヒスタミンへのメチルトランスフェラーゼによる経路は、 活性メチオニンである S、アデノシルメチオニンを消費する。肥満細胞のほか、抗炎気球やイクル細胞がヒスタミン酸性細胞として知られているが、普段は細胞内の下流に貯蔵されており、細胞表面の抗体に抗原が結合するなどの外部刺激により、細胞外へ一家に放出される。また、マクロファージ等の細胞では、HDC により酸性されたヒスタミンを下流に、 貯蔵せず、持続的に放出することが知られている。血圧効果、血管透過性更新、ひらなめ筋収縮、血管拡張、線分泌促進などの薬理作用があり、アレルギー反応や炎症の発現に介在物質として働く。ヒスタミンが過剰に分泌されると、ヒスタミン1型受容体というタンパク質と結合して、アレルギー疾患の原因となる。 神経組織では、神経伝達物質として働き、音や、光などの外部刺激及び、情動、空腹、体温上昇といった、内部刺激などによっても放出が促進され、オキシトシン分泌や、覚醒状態の維持、食行動の抑制、記憶学収納の就職などの整備機能を促進する、ことで知られている。ヒスタミンは特異的な受容体を介して、 その作用を発揮する。現在のところ4種の G タンパク質、協約型受容体が発見されており、受容体により、ヒスタミンが結合した時の作用が異なる。ヒスタミン受容体の作用を抑えるのが、抗ヒスタミン薬であるが、成分によって、抗アレルギー、胃酸抑制の作用を示す。ヒスタミンは前述の細菌により合成され、食品中、発酵食品、 熟成チーズ、ワイン、魚醤、鮮度の落ちた魚に蓄積されるが、調理程度の加熱では分解せず、蓄積により味や匂いを変えないため食中毒、ヒスタミン食中毒の原因となる。食中毒、スコンブロイド食中毒の原因となりやすい魚種は一部の赤身魚、青身魚である。なお、モーガンがモーガニーによると考えられる、血小板輸血後の排血性ショック症状も、 報告されている。一定量を超えたものを接触した場合、個人差もあるが数十分から1時間程度でジンマシン、人魔神、嘔吐、下痢、腹痛、舌や顔面の腫れ、頭痛、発熱等のアレルギー様反応を示すが6時間から10時間で回復す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。